堺を出発、3列車乗り継ぎ旅のスタートです。まずは90マス北の高を目指します。急行は途中の北方までは各駅に停まります。しばらく信号停車、北方駅構内の進路開通を待ちます。南海岸本線を見ながら北方に到着。4路線が乗り入れる主要駅ですが、南海岸本線の特急は通過します。徳島に到着、短いふくふく線に入ります。宇曽に到着、ここから海岸沿いを走ります。奈良輪に到着、四福線区間に入ります。このマップでは珍しい路線別福福線区間です。途中駅は市会にあります。終点の高に到着、2本目の列車に乗り継ぎます。階段を渡って隣のホームに乗り継ぎます。高を出発、110マス東の大空を目指します。線区間なのでタイミングが悪いと先行に突っかえます。比較的需要が少ない区間なのであえてこのままにしていたり、この沿岸部の伏線の風景が割と好きだったり。岩見沢に到着、しばらく停車します。お待たせしました、発車します。さっき交わした各駅停車を追い越します。屋根に到着、四川分岐駅兼折り返し駅です。ここから2層区間に入ります。観光船が地下にあるので実は3層。終点の大空に到着、3本目の列車に乗り継ぎます。串形ホームを歩いて乗り継ぎます。大空を出発、100マス東の葉山を目指します。北山本線に合わせるため、1回線路と2回線路を入れ替えます。急行乗り継ぎ旅と言いつつ準急なのは気にしてはいけません。大空から葉山を結ぶ急行の設定がないので。北山に到着、島東部のハブ駅です。矢影の次に高架化した駅なのでそろそろリニューアルしたいですね。お疲れ様でした。葉山に到着します。葉山空港方面と南海岸本線、片品線はお乗り換えです。ご乗車ありがとうございました。またのご乗車をお待ちしております。